皆さんこんにちは。今日はバイクを納車し手掛けております。はい、ちょっとね、急遽、今日あたり、電話してちょっとと思って最後ちょっとね、調整を見てたんですけど、そしたら電話かちょうど本人から電話かかってきてですね、ちょっと予定がうんぬんかんぬんということで、もしよければ今日から、今からと、今からなら、もしそちらがよければということで、はい、ご都合がっていう話ですね、はい、積んで、はい配送に、ちょっと東京の、はい、方に手掛けているところでございます。今走ってるのは松戸市の20世紀というところなんですが、ここで有名なお店があるんですよ。浜さんバイクの自転車バイクもうバイク自転車って言った方がいいですかね。有名なお店、もうすごいみたいです。すぐ何かあったらすぐもう駆けつけてくれるみたいです。引き取りしてくれる、すごい、やっぱりなかなかいい人気あるみたいですね、はい、あとですね、こっちエトワスさんね、エトワスさんはですね、いっぱいバイクありますね外にいっぱい置いてあります。砂利のなんか駐車場みたいなのがあって、そこにもうバイクいっぱい置いてありますね、はい、すごい、エトワスさんで、ね、ちょうどこの通りにはバイク屋さんが2軒ありまして、すごい知り合いのね、バイク屋さん、私は知り合いじゃないんですけど、私の知り合いの、メーカーの販売店をやってる話聞くと、ああ浜さんね、浜さんはすごいよねっていう話をね、かなり販売してるらしいです。はい、あとその、サービスですよね。何かあったらもう駆けつけてくれる、はい、ご家族でやってるらしいんですけど、何の話してるんですかね。でもやっぱり3人だ4人ぐらいいらっしゃるみたいです。でもう何かあったらもうすぐ店はね、店には絶対誰か残るわけですけど、すぐ駆けつけてくれるそうで、なのでそういう意味じゃね、おすすめなお店なんじゃないでしょうか。はい、なんで他店舗の宣伝をしてる、まあね、まあいいじゃないですか。まあでも宣伝だってないと思う。私が言ったって別に見てる人はね、視聴回数見てるのは分かりますけど、はい、そんなでもないんでね、浜さん、ね、あとエトワスさんね、はい、エトワスさんは分かんないですね。いいのか悪いのか分かんないですけど、はい、よくBDS でエトワスって入ってるトラックを見か、軽トラックを見かけます。はい、な、どこだったっけ、あ、そう、松戸のあそこだってね、そんな感じなんですよ。はい、今外観、外環状自動車道って言うんでしたっけ、外環道、正式名称なんて言うんですかね、外観ってね、外観って言っちゃうんで、外環状自動車道みたいな感じなんですかね。で、今も市川までね繋がってますから、ただ影響がない全然何の影響もない。市川まで繋がったから乗るところがね楽になったかというと何の変わりもない。相変わらずこの20世紀が丘ですかね、こっから、外観のところを右折して、三郷南ですか、そっから乗るんですよ。変わんない。ここから先はね、うちとは関係ない。だから、開通しても関係ない。そういう道路ってありますでしょうか。はい、お梅里ど根性便っていうトラックが、ぴょん吉が書いてありました。すごいですね。ぴょん吉。目立ちますよ。おそれで朝はですね、TS185ER をちょっと引き取って来ました。それでできればね、木金だということなのでお休みが、なので明日ね行けたらと思うんですよ。なのでこれ配送して戻ってすぐその納車整備して、それで明日午前中、ちょっと待ってくださいね、ちょっと、すいません、ちょっとね、
店長がね悪さしてるんで、あのと止めとあもうねちょっと止めてるんですよ。はい、はい、すいません。なのでまあ明日それでまあね、ただ今日も明日も下取りがあるのでちょっとね台数的にはあの変わらないんですよね。なので、スペース的にはねちょっと厳しいんですけど、あのまあ最悪トラックの荷台があるんで、トラックの荷台にバイクをね、一時的に保管しておくという感じでございます。はい、ちょっとね非常に店長何か袋の中身すごく気になるみたいですね。おやつをねちょっとね入れてるんでね、ただねあのやっぱり店長たるものね、あの許可なしに食べちゃいけない、はい、我慢っていうのがね大切だと思うんでね、すいません、はい、そんな感じでございます。はい、これからね外観に乗って大泉というところまでちょっと行って、そこから下道でダッと次第で行きます、はい、安全運転今日も一日頑張ってまいりましょう。失礼します。